オーシギイン・ウブル・ユッシュ・ジーン・オーバー遺跡の仕返し、モンゴルの開始開始とは、古代の巨石記念物の一種。様々な刻印が掘られた柱。名前は、飛翔する鹿の模様が主にかたどられていることに由来する。世界中で見られるが、特にシベリア、モンゴル圏の遺跡に集中している。中央アジアと南シベリアで900カ所以上で発見されている。 成立の背景や作られた目的については、様々な意見、憶測がある。花崗岩や EN、グリーンストームを主な素材としている。これらの素材は歯科医師が出土する遺跡の周囲から、豊富に採掘できる。歯科医師の高さには多様性があり高いものから低いものまで様々である。最長のものは3フィートであるとされているが、中には15フィート。 近い高さの科医師もある。科医師の柱の頂点は円形であるかもしくは破材されており平坦である。故意に柱の先端を砕かれている可能性もある。科医師はむね顔が東を向くかのように見えるように東向きになっている。むねほとんどの科医師の彫刻は石が建てられる前にすでに掘られていた。だがいくつかの科医師は 設置された位置や方角を意識して彫刻されている気配が見られる。高さおよそ1から3メートルで、ヘレクするとともに出土することが多い。鹿の他にも、弓や盾、ナイフなどの模様が刻まれていることがある。これらのソーシングの模様は、カラスク文化特有のものである。さらに、鹿の模様は前期スキタイ文化によく見られる、動物模様とされ、これらの要素から、 紀元前10から6世紀に作られたと推定される。科医師の周辺には直径2から3メートルのストーンサークルが存在し、そこからはヘレクスル同様に儀式の供物として捧げられたと見られる馬の頭蓋骨、頸椎、蹄が出土している。VV ボルコフが30年かけて調査したことによると、科医師は3つのタイプに大別される。ありがとうございます。